はい、皆さんこんにちは。今日は、これの話、これは Zoom H4N っていう機械ですけど、これの、手入れなんですけど、何年前かに買って、この間持ってるのを思い出して出してきたらベタベタでした、ここが、そういうあのガジェットで経験ある方はおられると思いますけど、その時の対処の方法を、今日は教えましょう。どういうふうにやったかというと、アルコールがいります。アルコールで、あとガーゼもいります。アルコールは薬局に行くとエタノールっていうのが売ってます。これを買ってきてください。それで、外でやりましょう。家の中は匂います。うちは外出て縁側のところでゴシゴシやりました。それでやるときはこれに十分含ませるんですけど、いろいろ心配事があると思いますけど、例えばこの H4N のアルコールで拭いたらこの文字が消えるんではないか、あるいはこの裏側のこれがなくなってしまうんじゃないかと思いますよね。でも大丈夫なんです。アルコールで拭いても大丈夫ですから。それで最初結構ベタベタしますから、ビニール手袋で必ずやってください。ビニール手袋でアルコール手につかないように。それでこすり方ですけど、こういう感じですね。一部方向にこういうふうに、あんまりこう同じところばっかりやってると綺麗にならないです。でガーゼは何枚か用意して汚れたらもうそこの部分はやめて、また別の部分をこう、苦労しましたね。結構一回で全部この黒いところをねベタベタしますから、やろうと思わないで3回ぐらいに分けてやるといいと思います。そのベタベタすることを加水分解というそうですが、専門用語で僕はあんまりよく分かりませんけど、運動靴とかゴム製品とか、だからこういうプラスチックの製品とかなりやすいらしいですね。だからアルコール、エタノールね、これをしっかりつけて、それでこのガラスの面みたいなところね、このウィンドウのところ、ここも拭いても全然大丈夫でした。むしろ綺麗になります。心配しないで一生懸命、かなり力いります。それで3回ぐらいに分けてやると綺麗になりますよ。せっかくですから、それで、これ結構いいものですから、これで録音またできますね。今日はZoom の H4N、 こういう機械のベタベタをどういう風にして撮ったらいいかという話ですね。ガーゼとエタノール、これだけ用意しましょう。以上です。